奥様運びで、水合障害に挑む、エストニア人選手奥様運びとは、夫役の男性が、奥様役の女性を担いで行う障害物、競争である。フィンランド損壊あるビで発症した。この地域ではかつて、求婚のために、近隣の村から娘を連れ去る習慣があったとの、言い伝えがあり、これをジョークとして競技化したのが、奥様運びの始まりである。 今日では広く知られるところとなり、世界各地で奥様運び大会が行われている。アメリカ空軍、マルムストローム空軍基地における奥様、ガールフレンド運び協議会。参加者は、第341ミサイル航空団の空空軍兵たちで、ファイヤーマンズキャリーやオン部が用いられている。エストニアスタイル奥様運びにおいて、その姿勢は様々である。肩車や ファイヤーマンズキャリー、あるいはお姫様抱っこなどが考えられるが、奥様運びの特徴的な運搬法として、奥様が夫の首回りを足で挟み、夫の背後にぶら下がって、夫の腹部にしがみつく姿勢が見られる。この姿勢は、多くの優勝者を輩出しているエストニアにちなんで、エストニアスタイルと呼ばれている。 古典的なエストニアスタイルでは奥様役の女性は夫役の男性の胴体を両腕で抱え込み男性も女性の太ももや両膝を抱えることで障害声の際の角度調整を行うことが多いこれだけでも男性側の負担は上記の一般的な運搬方法に比べてかなり軽くなるとされるがエストニア人やフィンランド人のトップクラスのペアになると女性は 男性の胴体を抱え込むのではなく、男性の脇の下から両腕を通し、自らの両膝を抱えることで男性にぶら下がる姿勢をとる場合が多い。これによって男性から見ると女性はちょうどリュックサックのような形で背中に乗る形となるため、両腕が完全に自由な状態となり、全力疾走や障害声がより容易に行えるようになるとされる。この姿勢は女性側にも、 かなりの体力が必要であり、2017年時点で世界選手権を通算6度制した奥様役のクリスティナ・ハーパネンは、夫役のタイスト・ミエッティネントもども大会のために厳しいトレーニングを行っているという。トップクラスの奥様役は、その存在自体が夫役の勝利のために必要不可欠なアスリートであり、クリスティナ自身も今後タイストが加齢により、 トップ3以内の地位を維持できなくなったり、シニア部門へ転出して事実上の引退となった場合には他の夫役に交代して競技生活を続行する意思を示しているという。奥様運びの主要な大会としては、フィンランドソンカヤルビで行われている奥様運び世界選手権大会がある。世界選手権の優勝者には奥様の体重と同じ量のビールが贈られる。その他、 アメリカ合衆国ミシガン州マーケットの大会も有名である。例年コロンブスデイの最終日、北米奥様運び選手権大会がアメリカ合衆国メイン州オックスフォード軍ニューリーで開催されている。この大会の優勝者はフィンランドの奥様運び世界選手権大会に派遣されている。元来、奥様運びでは昨夜は小川を備えた 起伏のあるコースで行われていたが、現在では、現代の状況に合わせ、奥様運び国際大会競技規則委員会の、定めた以下の競技規則で行われている。夏のフィンランドで開催される、奥様運び世界選手権、フィンランド、から、オールアバウト奥さん運び世界選手権のルールと、商品が受ける。サイカーぜひ参加しよう。トラベラーズノート。 ワールドワイフキャリングチャンピオンシップスミートザウィニングパワーカップルビジネスインサイダーハットデニスロットマン2コンピートインワイフキャリングレースありがとうございます